教えて、老害さん <music> そのさ、やっぱ湯浅さんがすごいのはさ、その湯浅さんが人生の要所要所で、確かね。 えっと、三、四十年前、三十年前だか四十年前に、ふと買ったらしいので、これね。岩佐さん自体は、ふと買ったらしいんだけど、で、その人生の要所要所で、その、とっておきの曲として多分、岩佐流してると思うのね。で、流通量があまりに少ないし、少ないけど、要するに、えー、っと、岩佐さんについてくる、その後を追いかけてくるコレクターたちは欲しくてしょうがないから、 これ、一枚今手に入れようと思うと、かなり程度の良くないもんでも6、六、七万の値段はついてるの。で、岩佐さん自身は、先に行く人だから、岩佐さんはあれコードを手に入れるときに、崩壊な値段を一度も出したことがない。それは違うから、っつって。それは他の人に任せちゃうからなんだけど、なんだけど、いいことか悪いことか、やっぱ岩佐さんが見っけて紹介したことで、まあ、プレミアはついちゃうんだよね。 すげえな、ドッグドール。<laughs> ね<え> <laughs> さあ、えー、教えて、老外さんは、えっ、ー、と、Z 世代、Z 世代のリスナーの皆さん、深夜放送なんていうのは、もう Z 世代が聞いてんだからっていう考え方がもう老外の考え方だけどね。<laughs> ね、本当にね。ええー、まぁ、あ、Z 世代が、ええー、老外さんに色々質問するコーナーです。ええー、じゃあ、最初はですね。 ペンネームずらめんてこのさ後ろにかかってる曲とか俺一切わかんないけどさなんか年がそこまで変わるわけでもないのにえー、っとうちの神さん3つ3つ下だからもう50代ですよ50代だけど車の中でずっと後のニューアルバムとか聞いてんだよね。 この差は何なのかな俺何とも思わないんだよねも,もはや知らないってことにも何とも思わないしそ,そんなもんですけどって思ってるけどこれは誰の誰さんの曲なのハルロハルロあ,あごめんなさいもっといろんな細かいこと今言っ, <laughs> 言ってきてるけどブ,ブル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 ブブ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  俺が聞いたから教えてくれたんじゃない <laughs> えー、ねえ、老外。老外の若かった頃って BTS とかビッグバンなんていなかったんでしょ老外の若かった頃の韓流スターって誰ソン・ドンユル <laughs> 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 そうだね。韓流で一世を空気き,きたのはソン・ドンユルだね。あと、イ・スンヨプね。<laughs> イ・スンヨプの 息子、イー・ジョン・ボムの、まあ、当時、イー・ツッかリー・ツッタかわしったけど、リー・ジョン・ボムと、ソン・ドン・ユルが、えー、中日ドラゴンズ、あとサムスン・ディーも、えー、ちょ、中日ドラゴンズに、その韓国プロ野球のすげえやつがいるっ、つって入ってきて、でいて、もちろん、その、星野中日の優勝に大貢献するんだけど、えー、っと、リー・イー・ジョン・ボム、これバッターの子供が、今、えー、それこそ、 韓国の超中心打者で、日本も欲しい球団がいっぱいあるし、もしかしたら一飛びでメジャー行くんじゃないか、みたいな。サムスンリーって、だから、えっ、ー、と、BTS とビッグバンが俺はそんなによくわかんないけど、そんなによくわかんないけど、アーティストよりだったのはサムソンリーってやつはギターが上手かったから。だからどっちかっていうと、えー、サムソンリーかな。ね。<laughs> 超四ピルとかいたけどね。い <laughs> たけど、また BTS とは違うジャンルだよな、おそらくな。ねえ。えー、続いて、続いては、ペンネームはトレイン。これがアド。もうさ、俺本当に本気でボケもせず言うよ。弱っそう、アドのどっちかが顔を隠してる あのえルックスがわかんないのはあア,ドアドがアドアドの人がすあの誰,誰だかわかんないというか顔がわかんない人で夜遊びっていうのはこないだライブやった人これぐらいが限界だよ俺本当にに、ね、俺の知ってる全ての今音楽情報を出してみた最新の音楽情報をねっ 深夜放送ってこんなんじゃないよね。これがわかる。この状況の人がやってるもんじゃなかったよね、深夜放送はね。えー、花トレイい。ね老外。老外の若い頃はディズニーランドってなかったんでしょなかったよ。えー、じゃあ千葉県のアイデンティティって何だったの藍染み教の出身地だっていうこと <laughs> <laughs> う知らない。知らないよ。<laughs> <laughs> お前 Z 世代じゃないよね。<laughs> 藍染京子って言っちゃってる時点で。えー千葉県、千葉県は八つ遊園です。八つ遊園っていう遊園地があって、最近までは京成の駅の名前も八つ遊園って駅だったけど、途中からもう八つ遊園ないじゃんっつって、多分八つとかの名前なってんだと思うんだけど、そう、千葉県で、 えっと、遊園地って言えば八つ遊園だったな。ディズニーランドと同時の時期にもまだあんじゃないのかな。それこそ回転するコースターとかは、あの、い、い、いわゆる、 えっと、一回転するようなコースターは割と早めにあったし、日浜のファン感謝デーとかもそこでやってたから、八つゆすげえ行った思い出ありますけどね。あの、藍染京子の出身地かどうかは裏も取れてないし。<laughs> へへへ知らないですし。ねえ。えー、そうですね。ペンネーム、世界ピンク、えー。ねえ、廊外。 老害が若かった頃は、舗装されてない道路がたくさんあったんでしょう <laughs> 雨が、雨で地面がぐちゃぐちゃになった日の通勤通学はどうしてたの <laughs> 舗装されているところまで竹馬で行ったのっていう。<laughs> でもこれを、だから気づかされることが結構あって、これ言われて思い出を辿ってったら、確かに舗装されてない道路、東京でも、まあほら、 えっと、地方だとさ、農道とかはそうじゃん。農道とかは別に、今だに舗装されてないとこもあるし、林道とかはむしろそれを楽しめよっていう感じになってるそうじゃなくて、東京の普通の路地に、何箇所か、舗装されてないとこあって、で、いくつかは市道だから舗装されてなかったと思うんだけど、でも今現在ちゃんと舗装されてるとこでも、 ここ、砂利道だったなってとこ、俺が小学校入るぐらいまではあったかな。だから多分、今さ、長靴ってそんないらないじゃん。都会で暮らしてる分に長靴ってそんないらないけど、結構そういうところ水溜まりになってたりとかしたから、多分通学の時とかみんなすげえ長靴、必須で長靴を履いていたような気がする。 これはもう忘れちゃって、全然忘れちゃってて、昭和50年代ぐらいまで、今東京23区のいわゆる指導じゃないところの保償率ほぼ100%らしい。なんかその資料にほぼ100%って書いてあったから。 ああ、だから、俺らの頃は多分100%ではなくて。で、ちょっと待ってね。あとね、また、大老外、中老外で言うと、俺はまだ、まだ老外1年生だから、ね。老外の中では赤ちゃんだから、若いのか年なのか分かんないけど、ね。えっと、だから、三丁目の夕日みたいなやつは、俺よりずっと上の人たちだから、その三丁目の夕日の頃は、いわゆる、ほんと、割とメインストリートにも、 その、舗装してないところ、商店街だけど舗装してないみたいのがあって、その感覚はないわ。路地、細い路地のいくつかが、えー、舗装してないところもあったっていう。都内で舗装してないとこどっかあるかって言われたらないよね、今。だ、その100%っていうのをちょっと頷けるかな。えー、そうですね。ラスト。ペンネーム、ケイチも名前は名前は ねえ、老害。老害が若かった頃って CG とかなかったんでしょテレビでテロップとかを出したい時どうしてたのエンタの神様に出てる芸人は自分の喋る内容を全部手書きでテロップで作ってたのそれだと鉄拳はフリップネタをやりながらテロップもめくらなきゃいけないから、<laughs> 大変だったんじゃないなんつってことね。<laughs> まあ、俺は、 17で、カバン持ちをやってたから、テレビ局に出入りしたのは、多分同い年の人の中でも早いのね。でもその頃で、ギリ、あの、たまにこの番組でも話しますけど、テロップ書く職人のおじさんがいて、で、そのテロップ室っていう部屋が、テレビ局にあって、で、いて、そのテロップを、本当レタリングの超うまいおじさんがいて、で、そのおじさんがあらかじめ注文して,てテロップを書くんだよ。 で、書いて、それを合成する機会があって、合成する。で、それに限界、それをリアルタイムで対応するのにすごい限界があるから、ほぼほぼ当時はテロップフォローってないっていう。その代わり、誤字脱字が全然ないのは、そのテロップを発注する、えっ、ー、と、ディレクターと持ってく AD さんと、えっ、ー、と、そのテロップ室で書く人、で、それをまた、えっ、ー、と、合成する人っていうのが、全員そのテロップ見るから、 五字脱字、量も少ない上にぜ、それ人のチェックがすごい入ってるから、当時はそのテロップに五字脱字が全然ないみたいな、そういう時代だったかな。あのテロップ室のおじさんたちが、後にどうなったのかはもう全然わからないけど、確実にそのテロップ書きおじさんはいたし、えっと、なんかさ、 木曜スペシャル、まあ当時川口博し探検隊っていうものがあったっていうのは Z 世代もなんとなく YouTube とかも載ってあったりするから、もうそこから説明しないけど、あれとかに、こう、えっ、ー、と、Amazon の奥地に原人バグオンはいたみたいやつが、くる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 、スターンって止まる感じその、筆書きのテロップが、筆書きの今の大事が、こう、 ぐるぐるって回転してて、それがスターンって止まって決まるみたいなテロップは、本当に、その手書きのテロップ、黒字に白で書いた手書きのテロップを、ターンテーブルみたいな上に乗っけて、ぐる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 って回してるやつを、取って、それを合成するっていう、本当におじさんが、それを回した上に、いい感じで回ったところで手でパッて止めて、あのテロップ回るアクションとかを、 蹴ってたしあのなんてうのか 3D のと3 d の動きをするテロップっていうのかな。倒れてたやつが立ち上がるっていう、それは今普通に Adobe Premiere とかを使えばそういう、そういうのができるじゃん。本当に倒れてるテロップを、このカメラに向かって立てるっていうやつを取って、で、その、それを白いところだけを合成するみたいな装置で合成してた。してた人。 でいて、立てんの早いよとか、<laughs> あのー、助手の人とかがうまく止められなかったりするやり直したりとかしてたから、だからそうやって考えると、すごいよね。あと、あれ、なんつったから、なんか名前があったはずなんだよな。フィルムは、フィルムえ、もっと俺よりさらに前の大、中老外の世界だと、フィルムに針で、えっと、傷を入れてビームを書くっていう。 えっと、なん、なんて言ったのかな。え、宇宙人の角からビームが出るやつを、本当にあの36ミリのフィルムに、えっと、なんかそれをひっかく用の、その、針みたいのがあって、それでいっぱいひっかいて、ビーム出すみたいな、うん、その、<laughs> CG じゃなくてもう職人がちょっとフィルム削るみたいな、やつとかもあったよ。今、すごい原始人を見る目で。<laughs> 今、若手集団から、なんかわかんないけど、縄文人を見るような目で、す、そんな、どんぐり食べてたんだっていう感じの目で見られてますけど。さう。えー、Z 世代からの疑問をお待ちしております。えー、曲ハイパーヨ子でライブダイレクト。 ハイパーヨーヨーでえライブダイレクト赤坂は夜の7時さんまあガンプラ話からの老外さんのまあしっくりくることね、えー、すごいねそうやって考えるとさ ガンダム始まったのが、俺、小5か小6だと思うんだよね。でいて、再放送ぐらいの時にガンプラブームとか急に現れて、中2の時にガンプラブーム来たんだよね。でいて、えっと、当時は、 街の模型屋さん、今みたいな家電量販店の中ででかい模型コーナーみたいんじゃなくて、街のおもちゃ屋さんとか、おもちゃ屋さんとは別の街の模型屋さんが結構いっぱいあって、で、土木も抜かれるのその、模型屋さんのショーウィンドウっていうのは、その模型屋さんのお得意さんの中で、めちゃめちゃプラモを作るのがうまい人の完成品を飾るところなんだよね。でいて、 やっぱりその、なんつうのかな。模型屋さんが認める出来のものしか置かれないわけ。で、そうすると、こう、姫路城の苔むした感じがすげえちゃんと出てるやつとか、えー、っと、それから、その戦車とかスーパーカーとか、えー、っと、えー、バイクとか置いてある中に、その、ガンダムの、そんなの発売されてないじゃんっていう、 えっと、ラストショッティングの、ラストシューティングの首もげて、だから上に向かって、まあ結局のとこ、えっ、ー、と、ジオングのドタマを撃ってるあの瞬間のボロボロのガンダムとかが現れた時に、こう、どうやって突くんだろうみたいなのが多分が、あ、プラモデルってここまで、その、ましてや、その、軍とか、 えっと、電車のプラモデルに比べると、アニメのプラモデルなんていうのは、そのまま作るものだと、本当に、アニメ通りに、アニメに出てくる、えー、っと、なんと、設定しようと同じ形になれば、それでよしっていう、なんか、二王立ちっていう感じで、それでよしっていう感じだったのが、こんなことすんのって首萌いで、萌いだところを焦がした感じにして、みたいな、その感じがもう、度肝も、 抜かれて。でいて、えっと、そういう中に、ちょっと下手なやつとかあったりすると、親戚だなっていう。<laughs> ね、と、ま、もしくは、もう断れない太客だなっていう。<laughs> ねもう、すごい量買ってる人だなっていう。ねえ、ま。ネタ c も挟んでからしようか。 今日さ、昼間の番組にさ、安藤玉恵さんって、まあ、俳優さん、女優さんの安藤玉恵さんって来ててさ、で、その人がさ、えー、荒川区出身どころか、本当に、俺の行動範囲の中、で生まれて育って、で、その、とんかつ屋さんのお嬢さんなんだけどさ、それでこう、おぐ、西おぐって言うんだけど、その、西おぐあるあるで朝すげえ盛り上がって、西おぐの人には相当評判良かったと思うけど、で、その時にこう、いろいろこう、なんか、 俺は最近あんま西洋区に近寄ってないから、えー、あそこにああいうお店ありましたよね、今もありますっていうのを安藤さんから聞かされると、なんかその頃通ってた西洋区の風景みたいなのが頭の中に思い浮かぶんだけど、まさにその、プラモのピノキオ。プラモのピノキオのことも今日思い出してて、ピノキオのそのショーウィンドウっていうのが多分その、こう周りにいっぱいプラモやんだけど、その中でも最高峰っていう感じのところで、 でもやっぱりガンダムのプラモブームが来てから、よりみんなの腕が一層上がって、なんつったのか、そのズゴックが、海の中から出てくる、その海のあの透明な感じを樹脂で作って、水しぶきみたいのも上げてたりとかして、で、そういうのが新たに飾られると、うっとりみ、うっとり。すげえつって。 水みたいって思いながら、ずっと見るっていう、ねはぁ、あ、夕方になってるっつって <laughs>、はい。家帰ったりしてましたけど。あと、未だになぜ、ごめん、本当に、本当に申し訳ない。もう、老害のコーナーは、ジジイが思い出に浸たっていいっていうことで俺の中になったから。<laughs> 町屋にも、町屋の、都電、都電の電、電停えっと、町屋駅前っていう電停から、今も赤札堂ってあんのかなまあ。 赤札堂っていう、まあ、スーパーっていうか、ま、で行く途中にも模型屋さんがあったんだけど、その模型屋さんの、その、そこにも模型屋さんちっちゃいよ、ショーウィンドウがあって、そこには割と、戦艦系が、でもやっぱり上手で、あの、なんかこう、砲台を打ったとこにはすすがつきますみたいなことがしてあったりとか、その海に使ってる部分からは色が少し変色してますみたいなやったんだけど、そこは戦艦とか空母とかがいっぱいある、な、もう、 えーっと、空母エンタープライズの上に、そのアメリカの軍用機がいっぱい乗ってる、一個一個生まれたてのカマキリぐらいの大きさのやつが全部塗装してあって、<laughs> みたいな置いてあるんだけど、その真ん中にいまだになぜかわかんないんだけど、それがずらっと並んでる、まぁ、あ、グンっていう感じのところに、一個だけダメオヤジのフィギュアが置いてあって。 <laughs> すげえ綺麗に着色された、ダメオヤジっていう漫画の、あの、フィギュアが置いてあって、たらうまいんだけど、 世界観が台無しなのだろ <laughs> そこは多分、軍系好きな人うっとりのはずなのに、一番真ん中だよ。ダメ親、もうすでに終わっちゃったアニメの、その時点で終わっちゃったアニメの、ダメ親父が鼻毛一本一本まで綺麗に描いてある。赤塚不二夫のアシスタントやってた人の漫画だから、そういう感じのが画風のやつで、プラモデルが出てたかどうかですら、俺たちよく知らないようなやつがあったの、今思い出したな。そんなコーナーです。 おじさんが、もうこれ見よがしに Z 世代に向かって、おじさんの若い頃はなあって、もう涙目で言い続けるっていう、そういうコーナーです。えー、早速行きましょうかね。ペンネームまさに、えー、無職継続中。ねえ、老害老害が若かった時ってメルカリなかったんでしょう。ゲ、ゲーム機やガンプラを転売する時はどうしてたの早朝みんなで、 集まって競りをしたって。あい、ガンプロ出たよ、ガンプロ出たよ、あい、ガンプんだ指のサインを出しながらみんなでっていうね。<laughs> メルカリなかったからね。みんなで集めてね。ね <laughs> おそらく、えっと、俺たちの世代にはなくなってたけど、その前の世代にあったであろう、 盗賊の位置みたいな感じ。<laughs> からなんだろうね。もちろん盗んできたものではないけども、盗んできたものではないけど、なんかこう、えっ、ー、と、おしゃれな CM とかメ,メルカリすげえやってますけど、あとヤフオクとかもやってますけど、あそこに売られてる海賊版のものとか、あと正規じゃないものとか考えていくと、結構デジタル、デジタル盗賊位置の感じもするよね。<laughs> ね、まあ、でも素敵なね、素敵な、もう、メルカリ、スポンサーついてくれるんだったらもう、いくらでも、いくらでも尻をペロペロ、ペロペロしますけどもね、<laughs> えーえー、ペンネームズラメンって。ねえ、私は私愛して。てかかね老害老害の若かった頃って、ネットの速度が遅かったから、エロ画像をダウンロードするのに1時間ぐらいかかったんでしょ。騒動の人はどうしてたの 残り59分の間もう出しちゃってんの <laughs> 残り59分の間っていうことはダウンロードボタンを押してからもういや始めちゃってんだ <laughs> え59分の賢者タイム中少しずつ現れる画像をただただ眺めていたのこれ今でも思い出すことがあるねまあとにかく昔はそのモデムっていうのを使ってでその電話回線で本当にゆっくりとする動画じゃないよ 本当に静止画、静止画を見ながら静止画してるんだけど、今日俺ダメだな、おそらく。俺思ったんだもん、あの、あの、ポンタンポンって言った時に終わってると思ったんだ、あの時点で。今日ちょっと時間が早いって思ったんだけど、<laughs> ね、その、静止画の、しかもその画面に対しての大きさ、名刺ぐらいの大きさしかない静止画が出てくるのに、多分、1時間とは言わないけど、それ近くかかっ 出たと思うんだよね。でいて、その後まだんだん早くはなってくるんだけど、もう動画なんか夢よ。動画を落とすとか、動画をネットに見ることは夢。で、だんだん早くなってきた頃に、例のテレ放題っていう、その夜の11時から、決まった電話番号をいくつか登録できるんだっけなんかその決まった電話番号、自分の契約してるプロバイダーの電話番号だけ、えっ、ー、と、いくらかけてもいくらっていう、その、えっ、ー、と、定額になってるわけ。で、その頃に、 突然現れたソフトで、神だなと思ったのは、えっ、ー、と、エロ画像だけを勝手にその、えー、ネットの海をさまよい歩いて、エロ画像を見っけたら取ってくるっていうソフトを、が、誰かにもらったんだって、 なんかなんかダウンロードって習慣があったかどうかを誰かにもらってこれが夜の十1そ所テレホタイムテレ放題の時間になるとともにこいつを走らせるとせっせとじゃ親も行けやすっつってね親もお風呂でも入ってんじゃないなぁつってねでいてねあのその日は抜けないのその日は抜けない,のそ,のけないのその日は抜けないで親分はもうなんかいろいろ原稿書いてあるといろいろお仕事あるでしょうからなんつってねいてで、ね、そいつがずっと行っててで朝 起きて、その、えっと、スイッチを、その、電話を切るっていう作業をすると、勝手にエロ画像が溜まってる。で、それを見て、うわーってなるっていうやつで、ただ、そいつに対策は施されたのか、ある時から、なんか全然関係ない広告とかバナーとかを拾ってくるようになって、そいつの一生はすぐに終わるんだけど、俺多分あれ、神が作ったか、ビル・ゲイツが作ったか、どっちかだと思うんだよ。スティーブ・ジョブズか、 <laughs> あのが作ったと思うんだけど謎のもうネットにもう勝手にネットの中を徘徊してきてえーテレ放題の時間中に手当たり次第にエロを持ってくるっていうもうびっくりするような俺が選べないじゃんエロだっていうのを何で持ってたのかあんま細かいこと覚えてないんだけどエロだっていうことを何であいつが検知してたか分かるそういう登録されたサイトに行ってるのか分かんないんだけど だ、こっちの好みとかに関係ないから、もう体中うんこの痛くったようなやつ出てきたりとかするから、<laughs> おい、お前何持ちしてんだよ、すいませんすいからちゃんと見てきやすみたいな感じの、<笑><笑>あいつ、あいつ誰が作ったもんなのかなぁ。 うー大変だったあの、時間が、本当に。えっと、途中で止まっちゃうし、なんか、その回線が全然安定してないから、ダウンロードをかなりしたと、本当に意地悪したみたいに、下からずーっと行って、股間のギリギリのところで止まっちゃってる絵とかが、結構後で、ね、出てきたりとかしてたね。えー、続いて、続いては、ペンネーム、私も用紙。2> 1, 2, ね老害老害が若かった頃って、フォトショップとかなかったんでしょアイコロとかどうしてたのアイドルの顔写真だけ切り抜いて、エロ本の上に置いたりた <laughs> 似たようなことはあったけどね。似たようなことがあったんだけど、それはもう三浦淳先生が編み出した方法は、えっと、三浦淳先生大人になってからやってか、からフォトショップとか発明されてからやってますけど、あの、えっと、ヌードグラビアあるじゃないですか。ヌードグラビアを見っけて、 髪型とか、その時履いてる水着とか下着とかが似てるっていうあのグラビアと合わせて右のページと左のページに置くんですよ。それを瞬時に右左を見ることで <laughs> 頭の中で混ぜるっていう。<laughs> ブル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 って <laughs> 頭の中でシェイクするっていう、あれすげえと思うよ。<laughs> だけど、なんかそれこそ継ぎ目とか一切ないから、一切ないから、もう、それよく、これ下手したら、で、すごい量スクラップブックあるんですよ。未だに三浦淳先生の家には。 よくこんなに同じメーカーの同じ水着見っけたな、みたいなやつを、とか、あと、同じポーズとか、同じ背格好とかのやつを、もう、一ページに、一ページにいっぱいこうやって貼って貼って、それを、でもいいのは、顔を切って貼るとかじゃないの。そのグラビアは全部そのままきちんと閉じてあるんだけど、 とにかく頭の中でシェイクするっていう。まあまあ、ちょっとあそこまでの達人ではなかったですけど、うん、まあ頭の中で脳内で、脳内でやるっていう感じでしたね。えー、ペンネーム、夜泣きじじ。<music> れの僕の中で一番頭の悪い Z 世代で良かったんですけど。ね老外。老外の家の電話になんでレンコンついてんのって。<laughs> <laughs> 超いいでしょ超いいでしょう,いいしょうえ長、ー、電話の最中に食うのあれ回し回すんだよね回して発電するのっていうホンだよねあれなんだか分かんないよね 俺らはその現役であのダイヤル電話だったからやり方わかるけど、あれなんかたまにドラマのセットとか、バラエティのこうレトロ、レトロを振り返るみたいな番組のセットにあって、普通に、あの平成も終わりに生まれたような子とかに電話かき方わかるとは全然使い方わかんないって言うし、でも俺らからすると、俺らの前の電話の横にハンドルついてるやつ、それは俺らは現役では使ってない。もう遺跡として、あと、なぜかラジオ局にあったんだよね。 ラジオ局にはあの電話あったんだけど、ガリ、ガリ電つったかガラ電つったか、あれは発電するんだよね。あの辺な、なんかそのぐるぐる回すやつで、ちょっとそれ、電、電、電、まあ、それ、あれは発電するっていうか、あれは通電させることで、多分もうダイレクトでかかるみたいなやつなんだけど、謎の電話とかあったし、もっと言えばあの変なさ、あの、一旦交換手出るシステム都会にはもうなかったから、ああいうのとかもう全然わかんないけど、 あの、ダイヤルの電話、謎だ。今俺かけらんないかも。一度リワビリしないと、ダイヤルの電話うまくかけらんないかもしれないなぁ、えー。ペンネーム、マルチマッチ。ねえ、ロガイ。ロガイが若かった頃の野球って、急速140キロちょっとで速球派とか呼ばれていたんでしょそれ遅くない それでいて何で老害たちは全盛期の江川が一番早いとか大谷よりも沢村の方が速かったとか言ってるの <laughs> あ,あ、そっか、昔は汽車も車もなかったから、動くもの全部、早く見えてたんじゃないっていう。だ世の中で一番早く移動するものが第8車だったから、<laughs> 第8車の倍早いみたいなことじゃん。ね、だから要するに、えっ、ー、と、今の車が、まあじゃあ高速道路で100キロ出してるとすると、第8車10キロも出てないわけでしょそうすると、時速30キロもあると、今でいう300キロぐらいのボールに、ふざけんな <laughs> <laughs> まあでも早くなってるのは絶対早くなってるんだと思うよ。相当早くなってるんだとは思うんだけどね。ね、えー、高校生で140キロ出るととんでもない奴が現れたって言われてて。で、と、楽天の石井、石井和弘、今監督、監督、GM だったの監督が、石井和久、石井和久さんが145キロ高校生に投げてて、 左で140キロ、バケモンいるって言われてたのが、今、高校生で160キロだから、なんかもう、だから、決定的になんか違うんだろうね。だから多分、金出さ、早く見えたは多分早く見えたんだと思う。だって他と比べてだもん、ね、絶対。他と比べて早く見えたっていうのは、まあまあ、あの、悔しいけど、間違いないだろうね。えー、そう、ラストかな。 ペンネームオーシャンねえ老害老害が若かった頃の車ってエアバッグついてなかったんでしょいつからついてんだろ車の免許を持ってなきゃ家にも車なかったから分かんないけどエアバッグついてなかったんでしょじゃあ車が衝突してる時どうやってドライバーの安全を守ってたの 衝突する寸前に噛んでたガムを膨らまして衝撃を和らげたりする。<laughs> <laughs> そんなことよりも、そんなことよりもなんですよ。ね。今、風船ガムすげえ見なくない風船ガムって、今思うとね、俺たち子供の頃風船ガム当たり前にあるから風船ガム風船にしてたし、えっと、もっと言うと、風船ガムを風船膨らました中にもう一個風船膨らましたりして、 あいつプロなんじゃねえかって思ったもんだけど、なんのね、思ってたし、風船ガムってベクトルとするとちょっとかっこいい方にちに行ってたと思うんだけど、バカみたい。<laughs> いい大人がだよ。いい大人がガム膨らませてたんだよ。すごい。だ俺、最後に噛んでた有名人クロマティだと思うんだけど、それ以降、今風船ガムって売ってんのかね 少なくとも街で膨らましてる人、まあ見たことないな。あとさ、ガム噛んだまま寝てさ、髪の毛ついて大変なことになったことない多分、バカだからなんだけど、なんだけど、なんでそんなことなるんだろうっていう。俺二つあってそれが。一つは、ガム噛んだまま寝て、朝起きたら髪の毛にもうガムベタベタくっついちゃってどうしようもなくて、しょうがないからお母さんにハサミで切ってもらうっていう作業があったんだよ。 で、もう一個、い、なんかわかんないんだけど、知らない間に、ホッチキスで指止めちゃって、で、大騒ぎになるっていうことがあったんだけど、なんで <laughs> <laughs> 知らねえよ。<laughs> さあ、CM です。<laughs> 教えて、老害さん <laughs> でさ、結局、その、ホライゾン、フォリドゥンウエストも、その前作も、両方知らない人もいる両方知らない人に今入っている情報は、どうやら、えっと、シリーズもので、牛の肛門に金属バットを入れるゲームがあるらしいっていうことに多分なってると思うんですけど、とんな間違いですよ。もう全然そういうゲームじゃないんですけど、うん。でもなんかその、 思、思、操作性とか世界観とか、その、えっと、お、おさの難易度調節とか、あとなんか、ファストトラベルの、こう、置き方とかが、すごく、お行儀のいいゲームで、 えーっと、楽しんではできそうだし。で、もっと言うと、で、結果、もっとやりたかったら、ワンに戻ればいいんだけどね。で、その、ましてや、これまだ2作だもんね。多分、ワンに戻るのも、そんなに苦労じゃないと思うんだけど。ね。えー、もう一個話そうと思ってたのは、ちょっと話が変わるけど、こっちは老害っぽい。俺ね、えー、っと、最近のゲーム、そう、壮大じゃん。オープンワールドみたいなゲーム。で、言って、その、えー、っと、この、ホライゾンも、 ど真ん中のストーリーをずっと行かなくても、途中途中のこう、イベントとかクエストみたいなのがやたらあるから、そっち側寄ってってもいいし、で、えっと、この間のデスストランディングも、一応相当やり込んだ見たものの、まだその世界の中に点在しているメモリーチップみたいのを全部集めますよとかもできるし、もっと言えば、えっと、やればやるほど、一旦建設した高速道路も老朽化していって、もう一回やんなきゃならなくなってるから、永遠にできるわけ。 俺、このゲーム、俺が若者の時にあったら、俺多分タレントなってないと思うんだよね。あの、面白すぎて。ゲーム面白すぎて。えっと、ターニングポイントになったことがあって、俺ね、二十歳ぐらいだと思うんだよね。二十歳過ぎぐらいの時に。あのー、あんま学校行かなくなった頃は、それほどこう、ゲームって、えっと、家庭に入ってきてなかったから、 えっと、良かったんだけど、ちょうど、落語家の修行時代が終わって、えー、っと、やる気もなくなり、仕事もないっていう、二十歳過ぎぐらいの時が、割とこう、ファミコンが家入ってきたりとかした頃で、こう、ゲームみたいものの面白さがどんどんこう、自分の中入ってきた頃で、その時に、ベストプレイプロ野球っていう、<laughs> もう割と伝説のゲームなんだけどね。50代のおじさんで野球ゲーム好きな人は割と知ってるベストプレイプロ野球っていうもうファミコンのドット絵のえっ、ー、と野球ゲームがあって、これが、えー、っと、 操作しないっていう。まあ、しようと思えばできるんだけど、もうただ見てるだけ。データがいっぱい入ってて、えっ、ー、と、やってる対戦をただ見てるだけっていう。で、ラインナップを組んだりとか、バントのサイン出したりもできるんだけど、ベストプレイプロ野球2ってなってからは、監督がどういうタイプの監督かっていう、今で言う AI みたいなものを、ちょっとこう組めるようになっても、ますますただ見てるだけのゲームになって。で、さらには、これも本当えっと、妨、えー、害話で申し訳ないんだけど、 ゲームのデータをセーブできるっていう、初めての、なんか外付けの、えっ、ー、と、周辺機器を買うとゲームがセーブできるってことになり、6球団の片方のリーグだけのペナントレースをやるんだけど、この選手のデータと名前を全部書き換えられるようになった。で、その、えっ、ー、と、なんつったっけな、天の声じゃなくてなんつったっけな、 その、えっ、ー、と、えー、デ,データをセーブできる機械を、えっ、ー、と、使うと。で、これ6球団の選手名を、全部俺変えて、全部データを作って、大学ノートにその人の人となりを全部書くっていうのが始まったで、えっ、ー、と <laughs>、オープンワールドになり始めたの。オープンワールドっていうか、これすごいことなんだけど、この後、えっ、ー、と、1年ごとにもう全部、 全部できないから、一年出たら、全部こう書いて、この人は一歳年取って何歳になってると。37歳だった選手が38歳になってるから、今まで足が、えっと、C だったんだけど、D に落ちるとかも全部やる。C、さらに暇だから、暇なのと熱中しちゃってるから、 この人の弟は陸上でオリンピックで、えっと、どこどこオリンピックで、えっと、銅メダルを取ってて、すごいチヤホヤされている分、えっと、できない兄貴っていうコンプレックスをずっと持ってきたみたいな。で、て、ちなみにその弟の選手は次のオリンピックでは金を目指してるみたいなことを書かれたり、で、そのオリンピックの開催地とかも決めらになないじゃん。あ、みんなもう引いてる早いよ。全然早いよ。て <laughs>、子供が病気だから、そのために引退するきけいかないとかを、 六球団のやつ全員分書いて、一年ごとに子供の病気が治った話とか書き始めるのよ。忙しくて。仕事どこじゃないのよ。こっち紙だから。<laughs> ね、やってること紙、オープンワールドだから。今の、今やってるオープンワールドのゲームなんて、絵でもないよ。だってもう、他のジャンルのスポーツまで入ってんだから、もうすでに。それをやりだして、 で、これ、ここまではもう話したことないかな。その時が多分1990年、89年とか90年ぐらいだと思うね。俺ら語家として大事な時だけど、もうやる気もなくなり仕事もないっていう時だよね。で、その時に、えっ、ー、と、浅田哲也さん、麻雀放浪記っていうのを書いてる浅田哲也さんっていう人が別に色川竹宏、武士の部に大きいって書いて、えっ、ー、と、カラーの色に、えっ、ー、と、隅田川の川。あれ川の川かなえっ、ー、と、川端康成の川かなその川の、<laughs> えっと、色川武の名前で書いた、狂人日記っていう小説があって、この狂人日記の主人公っていうのはどんどん心が壊れていっちゃうんだけど、その過程の中で、この人架空の相撲のゲーム、自分の頭の中でゲームじゃない、相撲の番付を考えて、ずっとそのことをメモし続けてるうちに心が壊れてくる人の話だよね。<laughs> わーってなって、俺、<laughs> これでこ、わーってなって、もう、 ベストプレイプロ野球のみんなと合わないっていう <laughs>。これと合ったらもうダメになるって思って、そこからまたもう一回落語とあと、今度ラジオが始まるんだよね。俺多分あそこターニングポイントだと思うんだけど。 あの時に俺オープンワールドのゲーム、あのオープンワールドのゲームをずっとやってたら、俺どうなってたろうっていう、あの別にオープンワールドのゲームやったってちゃんとさ、そのいろんな人生との調節つけられるよみんなゲームだから。つけられるけどあの時の俺は絶対つけられてないと思うんだよね。つけられてないから、だってオープンワールドじゃないのにつけられてないんだから。<laughs> <laughs> ねで。 すげえ、今でも何人か名前を思い出せるんだけど、思い出されるし、家族構成も思い出せるんだけど、怖くて今、俺の中の恐怖があって、そ,そ、れこそ、まあ今,今、まあこういうご時世だけど、ロシアで伝えられてる選手の、そのストーリーなんて、それだけで、ちっちゃい時で大学のト4ページぐらいになってたから、だから、その人の家族のこともすごいかわいそうな、追い立ちなのこいつが <laughs>。やばいやばいやばい。ここ入ってくと、俺また、メインがあそこだから、 <laughs> あの当時の、俺の住んでた荒川区なんか、なんでちっぽけな世界だよ。ね、俺のいた落語界も、荒川区もちっぽけな世界だ。あれに比べれば、なんでこんな怖い話になってんだろう。一回 CM 入れてから行こう、CM 入れてから。さあ、えー、教えて、老害さんですけどね。脱線した話をずーっとしてて、最後、怖い怖いとか言ってるのも、老害さんとかそういう、<laughs> そういう問題ですらないけどね、もはやね。えー じゃあですね。ラジオネーム、三山キュービン。ねえ、老害。老害が若い頃って消費税なかったんでしょう。一円玉って使う機会あったの。もしかして五円チョコがまだ四円だった時に使ってたとか。<laughs> <laughs> 教えて。<laughs> そうね。と、これちょっと微妙な話で面白いのは。えっとね、一円のものはなかったんだよね。 俺の、54歳の俺のが、えっと、子供の頃とかは、駄菓子屋さんに行っても、もう基本10円単位で、ギリ、ギリ5円のものがあったかなかったかぐらいで、1円単位のものはなかったんだけど、スーパーの、こう、スーパーマーケットっていうものが、 ええと、その、安売り競争みたいな始めたときに、やっぱなんかこう、50円っていうよりも49円って言った方が、すごく安く感じるみたいなことで、半端をつけ始めて、で、そこで多分、1円玉は何か消費されてる感じで、1円もらうの、そんなに嬉しくなかった、すでにその時点で嬉しくなかったし、1円は一時期は、あんまこう、使い道のないもんだった気がするんだよね。で、言ってその後、消費税が、できて、消費税が、 最初、まあ、これもちょっと老害っぽい響きだけど、最初3%で、これでやたら1円玉が、で全国でこう1円玉をいっぱい作るようになり、で、その後5%になり、でまた1円玉あんま見かけなくなり、みたいなところかな。でもこれからまた小銭みたいなものが、おそらく、もう無くなってくだろうかな。電子マネーでもう無くなってくだろうからね。また、1円玉見なくなるよね。だから、あの <laughs>、 この番組の初代プロデューサーの長田さんっていう人は、一円玉が邪魔だからっつって、よく捨てててみんなドン引きしてて、マ <laughs> ジでだよ。<laughs> 捨てんだよね。で、いて、あの、だけど、その長田さんにはポリシーがあって、溝とか、そんなと遠くとかには捨てないの。わかりやすいとこに一円玉を捨てるのね。そうすると、拾う人が拾いやすいっていうのね。要するに、その、欲しい人が拾うときに、 なんか、あの人は変なポリシーなんだよね。その、溝とかに入れちゃったりと、と歩いてる途中に、急に一円玉を、手すりの上とかにこうやって置いてったりとかするの。な、なんなのって言うと、いや、一円玉邪魔だからさ、っていう人なのね。でいて、でも、拾、これ、でも一円玉今、一円どうしても欲しいっていう人が拾うときに、こう、溝とかに落ちちゃうと、屈辱感とか、それは良くないっていうのね。 なんだかな殺すかと思って。<laughs> もうおじさんだからすごい脱線するんだけど、さっきこの長田守っていう名前の話をして、その長田さんとおじ,おじさんがいて、全然話し飛ぶよ。馬娘の話。しかもよく知りもしない馬娘の話。でいて、その馬娘に、時の実るっていう伝説の名馬が出てる出てないっていう話になって、で、ちょっと小耳にそれを挟んで。で、 この時の実るっていう、えっ、ー、と、伝説の名馬十戦十勝でいて、そのままたぶん死んじゃったのかな。で、その伝説の名馬の馬主が長田さんのおじいちゃん。長田正一さんっていう人が馬主。でいて、その孫が、その長田守る。ね。今普通のおじさん。で、<laughs> その馬娘の、その、なんとの、馬の名前は誰に権利があるのか問題って、かなり、その、グレーなところに、よくわかんないところにあって、で、結局馬娘の会社は馬主さんとか了解を得て使えるものは使う。で、いてなかなかその了解が降りないもんに関してはなかなか使えない。で、時のミノルは、このキャラクターがモデルになってるんだろうってみんながもう普通に定説として言っているモデルは出てくるけど、時のミノルっていう名前は出てこないっていうね。で、 俺からしてみると、その、あ、これって難しい問題だなと思うのは、その、ケーバウマーにつけた名前が誰に権利があるのかっていうことはとてもよくわかんない。その、法律的にはよくわかんないけど、なんかその、いろんな権利、パブリシティ権がどうのとかなってくると、まあ、多少めんどくさいから、ウマ娘の会社はいろいろ許可を取ってると。 で言って、もし時のミノルの名前が普通に正当におじいちゃんから長田守に継がれてるとすると、長田守さんっていう人は割とそういった感じで、みんなが喜ぶことですよって言ったら、おそらく、あ、じゃあいいよっていう人。だから、使えそうなもんだなって思うんだけど、でも、長田正一っていう人は途中で自分のやった映画会社を大倒産させてるから、この時に、 その、当時あったんだかなかったんだかわからない、その、馬の名前の権利っていうものは、どっかに映ってるもんなのか、いや、その当時に発生してないもんだから、誰のものでもないのか、多分すごいややこしいことになってるんだろうな、って。で、基本的にはその、まあ、長田さんにも兄弟がもう一人いるんでわかんないけど、俺たちの知ってる長田さんは、そういう人だから、多分みんな喜ぶのいいよっていう人だとは思うみたいな。 ほら、脱線したまま CM 行ってた。そ <laughs> あ、じゃあ、もうちょっと言っておきましょうかね。レバノンワイン。ねえ、老害老害が若い頃は、パチンコ台のハンドルは自動じゃなくて、一発ずつ手動で弾いて打ってたんでしょ俺がもうパチンコに、法的に触れる時代にはもう消滅してたけどね。えー その代だと、ダブルパチンコが難しくないだって。<laughs> <laughs> 特に左手の方 <laughs> <laughs> パチンコ、ビヨンビヨンって、まあ、だから、全く知らない人に何つっていいかわかんないんだけど、まず、玉を買います。買うと、まあ、借りるの。借りると、手で握り締めて、で、えっと、うんと、人差し指と親指でつまんで、 穴に一個ずつこうやって入れてくるんだよね。穴に一個ずつこうやって入れてくっていう作業をリズミカルに。あれどっちの手でやってんだ、あれ。いや、ちょっと待ってく、ね、れ。俺の言ってること違うかも。なんか、指で一個ずつ入れるよね。入れた後に横にレバーがあって、で、そのレバーをまた指で弾くっていう作業をやってんだけど、これが俺、もう、あの、 それじいちゃんがパチンコ屋のあたりで多分のたくってると思うから、探しといでって言あーいなんつって、で、じいちゃんが、その、えー、パチンコやってんのを見たぐらいの感じだし、あと映画で見たって感じはわかんないけど、あれ、どういうリズムでやってたのかなえっと、感じ、そのパチンコ玉をどんどん供給する感じは、その、えっと、う 穴っぽこが開いてるの、パチンコだが、一個ぐらい入る穴っぽっこが、えっ、ー、と、開いてて、そこのところに次々とかパチンコだも入れていくのね。えっ、ー、と、かすがのグリーン豆を片手でたくさん持って、一個一個、一個一個、えっ、ー、と、鼻の穴に入れていく感じ。<laughs> 今、あの感じで言っ,ってる梅垣さんだから、それ以外の人は多分いないと思うから。<laughs> あなんか本当に一個一個入れていく感じで、ビンビーンって弾いて打ってて、 で、もう俺がパチンコできるようになった頃には、もうなんかその、えっと、玉、あの、ハンドル式のビン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 って勝手に打っていくやつになってたね。で、ダブルパチンコは、その当時は、んやってない。<laughs> ね、え、っと、誰も、ってかいい、ごめんごめん、ダブルパチンコ、今もやってはいない。別に、そのパチンコ台では全然やってないですね。ええー、ペンネムマイペース。 ねえ、老害老害が若かった頃って便座を温める機能とかなかったんでしょ冬場の寒い時、冷え切った便座に座るにはどうしてたの豊臣秀吉みたいに懐の中で温めてからトイレに取り付けていたの。<laughs> 今、もうすっかりあれなくな、不衛生っていうことですっかりのトイレの靴下、あの便座の靴下なくなったね。便座の靴下が、 でったのがいつも一番最初トイレの便座をもう冷たいもんだっていうことだ。もうそういうもんだからって言って、冬場でもあれに普通に座ってて。で、逆に言うと和式派の人たちは、あ、それが嫌だからもう和式のままで我が家はいいっていう考え方があって。で、その後あれに履かせる用の靴下っていうものが出てきて。で、その後今、今のたまーにね、たまにあったかい便座に出会うようになったの。あの電気式の。ね。 でも最初のうちは、冷たい覚悟で座ってんのに、あったかい時に、その確率的に今は、あったかいっていうのを全部、あ、そういうもんだと思って座ってるじゃん。だから当時は冷たいもんだと思ってるのにあったかいから、すごい長時間熱っぽい、熱、 っぽい人がうんこしてた後な感じがする。誰かのぬくもりが残ってるっていう感じがして、逆に最初、10件に1件とか20件に1件、便座があったかい家ができてからは、できた時は、気持ち悪くて、そのあったかいっていうことが、うわー、誰かいたっていう、その感じが嫌だったのとかすげー覚えてんな。さあ、えー、ということで、えーまあ、Z 世代の疑問を全部。 え、解決してきます。えー、老害って呼び捨てられるとこっちが呼び捨てでかけつてんのにイラッてしますね。<laughs> <laughs> 曲、やゆよよで、take it easy。教えて、老害さん、うん、やっほー,っこーうちの若手、 高生スタッフの一人のビンちゃんが、えー、っと、ザベスト店の話、ザベスト店っていう、その、俺が小学校5年生ぐらいに始まって、まあまあ、伝説の番組とかで一応スペシャルとかでもやってるから、まあ、わかると思うけど、ザベスト店の話になって、その時に、電力電話リクエストと、そのハガキリクエストみたいのがよくわかんねえみたいな話になって、 まあまあ、そのままですよ。はがきに、その誰々のなんていう曲に一票お願いしますって書いて、そのはがきの量で、まあ、ベストン決まりますよ、と。で、あと、その、ラジオなんかは電力っつって、えー、っと、あの頃とかそういう意味じゃ、ラジオ局もお金があったから、一番多かった頃多分30人とか、ええー、50人とか一ペアにその電話リクエストを受ける人がいて、で、電話かけてきて、この曲かけてください、みたいな、やつやってて。 で、ザベスト10は電力はなかったと思うんだけど、優先放送とかの順位と、優先放送でどれぐらいその週かかったか、あとリクエストの件数、レコードの売り上げあたりを集計して、えっ、ー、と、公平なベスト10を作りますみたいな売りで。で、えっ、ー、と、ラジオでさ、これもう、老害おじさんたちはみんな知ってんだけど、文化放送だって全日本歌謡選抜っていう、その、 ベスト10番、ベスト30だかベスト50だ、もうエスカレートしてって、俺が最初聞いたのは日本放送の藤谷歌謡ベスト10っていうベスト10番組で、で、これはベスト10なんです。ベスト10をやっぱ今言ったみたいに、えっと、リクエスト、えっと、その、レコード売り上げ優先放送みたいのを加味したザ・ベスト10方式の元祖みたいな番組で、これがベスト20を曲かけるのは10曲。で、ベスト20を発表するっていう番組で、 で、えっと、全日本海洋選抜は、30位とか50位とかをほぼほぼ全部かけていく番組長くやってんの、午後に。で、言ってそれが、 コンピューターで集計をしてます。すべての要素をコンピューターで集計してますって言って、で、ラジオ聴いてると、後ろでコンピューターの音がずっと流れてるのなんかカチャカチャ、ピピ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 ピ、カチャカチャカチャ、ピコピコピコピーピーって、今思うと何あれっていう、その、なんなんだかわかんないんだけど、多分俺が想像するに、 普通の、それこそ今、博物館で見るクラスのオープンリールのテープに、えっと、ピコピコピーピーピー,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 ーっていうのが、こう、入ってて、それを、こう、丸くつなげたやつが、延々と回ってるだけだと思う。で,でコンピューターで集計してますよって話するときだけ、それ上げると、ピコピコピーピーピー,ー,ー,ーっていう、カチャカチャカチャ、カチャカチャ、ピ,ピコピコピーってずっと言うんだけど、多分、ボキやってる人が、暗算で、集計してたと思うんだけどね。でいて、老害だなって俺が思った。 たのは今もあるじゃん、ベスト10番組ってあ、クリス・ペプラーさんのやつとかあるじゃん。は、まあ、ああいうのは何の要素なのっていう、どういう、要するに、ハガキのリクエストとか多分やってないでしょって言ったら、メールとか、そういうありとあらゆる SNS でのバズり方とかああ、ああいうのが入ってんだって聞いて、逆に、 あの、おじさんびっくりしてる。<laughs> おじさん、あ、そう、今そういうことになってんだ、みたいな。あと、なんだっけ、スポティファイでの再生回数とか、そういうのも加味されて、で、でその番組によってはですよ、よってはですよ、ね、事務所のうちとうちのタレントがこの順位なのおかしくね、みたいな。それは入んないのそれは入んないのコンピューター、た多分昔のコンピューターはそういうのも加味で、ピカピカピーピピーピ,ピ,ーピ,ピーっ,つって。<laughs> なんでうちの、うちのは8位でこれが6位とかちょっと逆にしてくれと、ピコピコピーピー,ピー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 ってなって、<laughs> <laughs> みたいな。噂ね。<laughs> 噂ね。噂いろいろありますけどね。えーっと、行きましょう。え要するに若者に、が、若者が、えと、人生の先輩にいろいろ質問する、そういうコーナーです。えー、そうですね。えー、ペンネーム、ペンネーム、イルザ・フランク。 ね老害が若かった頃ってアップルミュージックとかなくて CD ってものがあったんでしょどうやらどうやって音楽聴くの CD ってあれでしょう CD って田舎でよく田んぼに吊るされてるやつだよね風に吹かれるとぶつかって音が鳴ったりするっていうこと <laughs> もしくは順番にバチで叩くのだ <laughs> そういうもんじゃないでしょああいうのがこうやってねえ たんぼりこうやってぶら下がってるやつをパチで叩いて演奏するとなると、音色がすごい少ないもんね。<laughs> 打楽器だもんね。基本的に打楽器でしか演奏できなかったもんね。<laughs> えー、ペンネーム。柔らか木魚。お、変なところだ、ちっ2時 <music> ね老害老害が若かった頃ってペイペイとかなかったんでしょじゃあお金払う時っていちいち自分で小銭数えて渡してたの渡してたよそれってミスが出ないひょっとしてゆで太郎でお会計の時にわざと時間聞いたりして支払いちょろまかすとかできたお前知ってるじゃねえか明キラにその店をゆで太郎にそば屋に設定してる時点でお前どうやったって Z 世代じゃねえじゃねえかよ 本当にお金離れすごいね。お金ば、本当に自分が、えっと、一番最近10円を使ったのが、えー、ヘルメットのシールド、ヘルメットなの,のカパって締める、あの、透明のとこ、シールドの根っこのとこのネジが10円玉でちょうど回るようになってて、で、 要はあれってさ、十円玉なら工具持ってなくても、えっと、いつでもつけられる、いつでも、その、緩んだら締められるようにあの形になってるだろうに、そのために十円玉探すっていう、すげえ不毛な感じで。いやー、本当小銭は、なん、なくなったね。使わなくなったね。えー、ペンネーム、巨泉の葉っぱふみふみ。 祖先の葉っっぱふみふみみで10代だともう笑っちゃうけど、ね、ペンネームペンネームセンスにね俺たちですら知らないんだから54の俺たちが別にリアルタイムで見たわけじゃないんだから巨泉の葉っぱふみふみね老害老害が若かった頃ってテレビカメラの性能も今と比べたら悪かったんでしょ望遠レンズも今ほどの倍率がなかったとすると野球の中継なんてどうしてたの ピッチャーの横に、肩にカメラを担いだカメラマンが、村西監督的な人が、もうピッチャーのすぐ後ろに、だって今でこそもうセンターのところから、今のあの倍率で撮れますけど、昔はそんな倍率のカメラはなかったはずだから、もうピッチャーの後ろにぼんやりツッなってる、そのカメラさんがいて、で、いて、多分、避けんのがうまいのかな、ピッチャーライナーとか。えピッチャー会社危なかないって書いてありますけど。 でも、俺がある程度物心ついた時は、あのセンターカメラになっ、なってたかな怪しいな。昔は本当に倍率が足りないから、バックネット側からだったんだよね。カメラって。王選手の756号ってバックネットからかな なんか俺映像覚えてないんだけど、ある時期から、多分、ある時期の映像から、急にセンターカメラになって、それは、そのセンターが、あれぐらい大きく、倍率で撮れるようになったからであって、それ以前のカメラは、ほぼほぼ、あの、バックネットから、だったみたいよ。なんか、あの、細かく、それが俺のリアルタイムなのか、なんか昔の映像とか見つつ思っちゃったのかわかんないけど。えー、えー ペンネームどうにもならんよねえ牢街昔の漫才師ってなんで愛とし恋しセントルイステンヤワンやエンタツアチャコみたいにコンビ名が2人の芸名をつなげただけなのはっほんとだそう考えると 2B と B&B あたりから あの時でも安子稽子とか、阪神巨人とかはそうだけど、誰からなんだろうね。ええー、名前と別にコンビ名あった方がよくない横山安子と西川清しで、メガネアップダウンとか、うなばら千里、うなばら万里で、千里万里じゃなくて、白塗りマシンガンズとかさ、って。まあ、多分、 そうだ、安清さんだって今ならギョロメガネだよね。ギョロメガネね。<laughs> どうもギョロメガネでーす。だって、私がギョロメで。だって、こっちが、こっちがメガネや。あんま面白くなさそうだな、こうなると、ね。誰が最初なのかね。でもまあ、ダブルケンジ、ダブルヤングみたいのはいるから、だから全部が全部じゃないんだけど、でも確かに関西系の漫才は、その名前が二つ並ぶケースがすごい多いかな。 最初につけたのは誰とかありそうだけどね。ペンネーム、焼き魚牛肉味。ねえ、老外。老外が若かった頃って、電子メールの類がなかったんでしょラジオリスナーのハガキ職人は、一週分の放送にいくら使ってたの単純に、単純に、だから本当にすごい思うよね。ものすごい、だから、電力、さっきのさ、電力、そしてハガキリクエスト、 ハガキリクエストの時代すごいな、そう考えると。だって、本当に、えー、ファンクラブとか入ってると、みんなで応援してねみたいなやつが来て、すげえみんな書いてたから、だってあの頃ハガキ30円とかかな。30円にしても、100枚とか1000枚とか出しちゃうから、もう3万円とかでしょ。そう考えると相当なもんだよね。だったら3万円分レコード買った方が、 絶対その人のその事務所やそれとのところに行くはずなんだけど郵政省が潤うっていう <laughs> 謎のシステムだねでも多分でも本当にみんな、えー、っと自分はそのハガキメイン時代からずっとパーソナリティをやってるからよく来てたのが普通のハガキがもう一面漆喰を塗ったみたいに修正液でバリバリになっててその上から書いてる人とか。 いっぱいいたから、ハガキは相当みんな、それ失敗したハガキを使ったりとか、あと、なんか、その、薄く、あ、やっていいのかどうか厳密にわかんないけど、薄く白い紙が貼ってあって、で、その上にネタ書いたんだけど、どうなってんだろうと思って剥がしてみたら、多分、家族がいっぱいすりすぎたモチューのハガキだと思うんだけど、<laughs> だったりとかは、すごい昔は、したね。 だ今だと、それありがたいことでメールだからさ、いくらでもこう思いついたやつを書けるじゃんか。だから当時は相当つ、その、脳内移住員ヒカルが一旦ボツにするっていう作業がすげえあったとは思うね。えー、ということで、ね、老外さんに聞きたいことがあったらどんどん何でも聞いてください。